行くぞ。いらっしゃいませ。お好きなものを。ありがとうございました。行くぞ。行くぞ。よ。はあ。いいだろ。ありがとうよ。ありがとうよ。いらっしゃいませ。
ございました。Take a bow to the moon. Morning rays, every queen.
そうよ。ほう。行くぞ。カイエ、OK。いや、だね。そうだな。おう。はい。リンド。ああ。ごきげんよう、渋谷の民。シーバ、人も減って渋谷が少し広くなったから部屋をここに移動したんだ。お前たちを迎えやすいように。どうせすぐに潰してしまうけれど、いらっしゃい、ツイスターズ。フレサワ東西、薄井凪、尾藤大輔の城、
桜根翔太桜庭ネク、そして奏で林道思わぬ活躍だよ。退屈になり始めたゲームを盛り上げ、無敗のルーインを追い詰め、新宿死神の一人を引き抜き、まさかあのネクを仲間にまでしてこの俺を倒そうと目の前に立っているのだから。余裕ぶっこいてるみてえだが、そろそろ覚悟はできてんだろうな。まあ盛り上がってなんかねえし、気分悪いゲームを終わらせに来たってだけだぜ。そうか、でもお前たちは苦労むなしくバッドエンドを迎えるのだけれどね。これで勝てればベガスと新章が不協和のゲームが終わる、元に戻れる。うん、みんな油断だけはしないでくれ。あいつの不協和が何を引き起こすかわからない。不協和ね、誰にそんなこと聞いてきたんだ。誰でもいいだろ。もういないものだと思っていたけど、会えて嬉しいよネク。渋谷で最も有名な能力者、脅威となりうるお前の存在を葬り去ってしまえば、邪魔される心配なく渋谷に審判が下せる。あちこち探してたんだよ。最後には RG にバッジをばらまいてまでね。え、じゃあこのバッジはネクを探すためのもの？結局 RG にネクはいなかったよ。代わりにリンド、お前たちが連れた。さっき述べた通り、それはそれで悪くなかったよ。何が起こってんの？死神の本気だよ。その働きに敬意を表して全力で戦おうか。シーバは新宿死神のナンバーワン、舐めてると消されるよ。ナンバーワン関係ねえ、勝つだけだ。おっしゃ、覚悟した。さあ来い。リンド、時間を戻す力はなるべく使うな。はい。その力も不協和の一つだとしたら、やっぱり嫌な予感がする。不協和、少しの失敗なら戻さずに突き進もう。それが本当は正しい道のはずだ。はい。降りかかるキノコは払わねば。始めようか。ついにこの時が来たな。さあツイスターズ、熱を上げていこう。こんなゲームもう終わりにしてやる。やったぜ。で、そこだ。仕切り直しだ。燃え盛れ。よし、ゼリャン。およっ、こりゃっ。なんでおい。なんつったら。えぇ、おいおい、くらえ。ほら、燃え盛れ。こう、ゼリャン。どこ、今のよかったよな。よかったですな。だ、踏ん切られろ。や、うわ、やっと、うらっ、よーティア、そこか。ティア、トウ、さすがすぎ。ありがとう、いけるか。いけるか。どうした、どうした、どうした、どこを狙っている。
どうしたどうした。ここは？俺たちシーバを倒して、それから RG に戻ってこられたのか？渋谷の人たちが、この人数みんな相手するの？この数はさすがに。や、風を起こす。だってだ。いや、どうやりますな。さすがだね。よし、燃えたかれ。こりゃ。こんな感じか。やればできんじゃん。吹き荒れろ。キア、トール、キア、トール、キア、大丈夫なの？順調です。さすが、やるじゃん。俺に任せとけ。その調子。ちょっと俺もうダメかも。そうかもしんないけど、くそ、どうしたらいいんだよ。いかがだったかな。ハッピーエンドを思わせる最高の余興だったろ。胸クソ悪い野郎だぜ。あの程度で俺を倒せたと思ったか。本番はこれからだ。トーン、どこを狙ってる。燃えろ。盛り上がってきた。その調子だ。さあリセット。そこか。そこか。ずりゃずりゃ。うわら、おりゃおりゃ、おりゃ、おりゃ、おりゃ。俺も負けない。やっちゃうよ。トーン、トーン、最後、いい感じ。はい、ずりゃん、せよ、だ、や、で、とどめ。本気で遊ぼうか。その程度。ほら、もう一度だ。
オンだ。ロックオンだ。ほら、そこか。ほら、覚悟はできているな、ツイスターズよ。熱い戦いもそろそろクライマックスだ。ああ、これやばくない？なんとかできるはず、俺たちなら。トーン、終わり。トーン、援護できるんだ。俺は誰だと。風を起こす。熱い展開だ。どうしたどうした。それじゃ当然の出来栄え、その調子。吹き荒れろ。やった、とどめ。見失わないでくれ。そんな、バカな。何よ、文句あんの？何が起きた？この俺が負けた。選ばれた存在の俺が UC レベルの奴らに。俺たち勝ったじゃん。ふぅ、すごい。シーバさんは俺たちを舐めてた罰が当たったな。おめえの負けだぜ。勝ち負けはっきりさせないといけないんだよな。お前が言わないなら俺が言う。俺たちの勝ちだ。俺は執行人だというのに。執行人？消滅したのか。本当に勝ったんだ。よかった、 RG に戻れるじゃん。元に戻れる、やっと。翔華はどうなるんだ？死神に戻んのか、 RG に戻んのか。そうね、どっちがいいかな。 RG に来たらどこの人になるの？新宿はもうないし、どこかの家に家族として前からいた人みたいになるんじゃない？知らないけど。知らないのかよ。あのね、リンド、私。お疲れさん。お前誰だ？クボ。予想外を予測しとくのって大事だよな。未来を見て行動しないと。タイムリミット、午後4時44分44秒バッジ発動だ。何言ってんだ。うわっ、これは食らいつくぜ。教会も死神も能力者も。これより渋谷を浄化する。あっ、ちょっと。この鳥。あ、
お前か、不協和の元凶は。調子に乗んなよ、ネカ。ネク。してる。ツイスターズリーダー、協力ありがとう。協力ってなんだよ。時間を戻してエネルギーを貯める協力。シーバがゲームをミスったらお前のノイズを使うつもりだったんだ。保険がバッチリ刺さったよ。あんた何者なのよ。俺は執行人。は？UG よりもはるか上位次元の存在。天使でありながらインバージョン崩壊の執行人だ。なんだよそれ。簡単に言うと、死神のゲームに手を加えて崩壊を誘導するものだな。手を加える。じゃあシーバの不協和や俺の力って。全部俺発信だよ。お前らが UG にいることもな。天使が UGRG に手を出すのは禁止されてるからね。誰かをプレイヤーキャラに設定するしかない。何それ、最悪。じゃあ新宿もシーバさんを利用したってこと？崩壊をなかったことにするか。いいよ。でもバッチがある限りこのノイズ発動は解除できない。またこいつらがこうして街を食い散らす。それに気づいてると思うけど、時間を戻せばノイズたちはさらに増える。俺はノイズマスターなんだよね。これだけ素材があればどんなノイズでも出してやれる。つまりさ、手に負えなくなるよ。リンド、ネクさんの予感は当たってた。時間を戻したから。でも今使わなかったら。リンド。リンド。使うしかない。他に方法なんてない。これしかないんだ。もう一度だ。
映像か。これはこの未来になっちゃダメだ。渋谷が崩壊してる。なんとかして渋谷を守らないと。ごきげんよう、渋谷の民よ。愛しき民たちに告ぐ。今日は最終日。時間が戻った。まずはみんなに説明だ。崩壊を狙ってたのは久保。生きてる俺たちを UG に呼んだり、俺やシーバに妙な力を与えたりして不協和を生んだのは執行人だっていうあいつだ。シーバもだけど、クボを何とかしないと。それとあの黒い鳥ノイズを。リンド、最終日だね。だね。ですな。どうやって話そう。おい、大丈夫かよ。リンド、もしかして時間が戻ってるか。え、じゃあすでに何かやばいことあったの。戻してます。未来でシーバや俺たちの不協和の原因となった人が誰か分かりました。原因、誰だったのそれ。新宿死神の久保です。久保が渋谷を崩壊させに来た執行人なんです。久保、あいつ生きてんのか。死神が生存とは。少なくとも消滅はしてないってことか。あのおじさんがラスボスってやつ。そうか、やっぱり何かが存在したんだな。はい。誰だかわからないけどな。あ、ネクさんはまだ会ってないもんな。簡単に説明するとどうなる。嫌味な中年。まあそうですな。シーバに伝えよう。嫌味な中年だって。違う、クボーが執行人だってことだよ。シーバもクボーも敵にしてどうにかできると思えない。同盟は無理でも休戦協定は結びたいとこですな。そうなるよう頑張ってみます。まずはシーバと話をしないと。うまくやれるか。